はい、今ですね、時刻が、まあ、午前の、11時前なん。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、見てるくるぶしです。ということで、今回も、くるちょもチャンネル、いるくるぶしソロでお送りいたします。髪切りました。まあちょっとゆる企画になるんですけれども、今ちょうど桜がですね満開の時期で、これからいるくるぶしがですね、クルチョムパーク、かっこ水元公園ですね、今回はクルチョムパークのね桜の、凄さ、をまあ俺がドライブしながら、そして写真を撮りながら、まあ一緒にお花見気分をね、味わいながらですね、皆さんとご一緒にお花見をしていきたいなと思いますんで、ぜひお付き合いください。それでは行きましょう。レゴくるくる行きましょう。ちょもちょも、それで水元公園に着きました。ワンコがね途中もうワクワクしちゃって身乗り出しちゃって落ちそうになりました。大丈夫よ。いしょ。よかった、よかった、よかった。最近はなかなかね、あの相方のちょもちゃんも、ここに来れないので、ちょもちゃんにもね、水元の桜、クルチョムパークの桜、恋しがってると思いますので、ね、存分に、相方にも見てもらってやっぱこの車道沿いがすごいですね。めちゃくちゃ綺麗、ずっと桜ですからね。めちゃくちゃはしゃいでますねめちゃくちゃ桜すごい。ここで撮りたいと思います。ここは前にちょっとチョモちゃんと、ツーショット、撮った桜なんですけど、ここの桜はすごいよね。ボフボフボフって感じ。ちょっと公園の中央付近なんだけど、ここよく鳥がねすごい来るんですよ。ここよくチョモちゃんが長時間撮りまくってるところです。僕も、鳥を撮っていきたいと思います。いや、はい、MV の君に出会えてよかったの撮影場所に来ましたが、もうすっかり青々としてます撮影した時はこっちの桜はまだ全然咲いてなかったので、いや早いですね。今ね、水元公園はあの、まあ、チョモの思い出がいっぱい、まあ、一番多いんですけど、ちっちゃい頃ね、あの父親と来た時に、帰り道、まあ、チャリ2人乗りしてたんですけど、僕がね後ろ素足で乗ってて、あのその2人乗りした時に、ね、車輪がね、あの素足でこう絡まっちゃって血だらけになったので、なんで今話したの。クルチョモチャンネル。今時刻はですね、午前の11時前なんですけど、ちょっと朝から何も食べてなかったんで、ちょっと売店でいいねとお花見でご飯食べたいと思います。はい、お昼ご飯買ってきました。僕はですね、
レー、カレーライスとフランクフルト、そしてお花見団子。愛犬はですね、ちょい揚げっていうのなんか、おやつを買ってきました。じゃあまずワンコからいきましょうか。ささみでございます。おいしい。はい、ちゃんちゃん、はい。ちょっとね、お花が見えるところがもう埋まっててお花ないんですけど、川べり、もうすぐそこ川です。ノンアルビールを飲みたいと思います。01、じゃあ皆さんお花見始めましょうか。乾杯。あ、うまっ。フランクフルトからいただきます。うわ、すごい、うまそう。もうこれで、おう、ドイツキルメインディッシュのカレーの方、カレーです。見えるかな、カレーライス、うまそう。すごい、結構いつもカレーは最初に全部混ぜちゃう。いただきます。うまっ。ザ・レトルトカレー、なんかでもたまに食いたくなりますよね、レトルトカレー。うまっ。じゃあ最後にお花見のお団子です。シュワ、いただきます。うん、これ何のチャンネル。お昼は、ブランチ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。クルチョモチャンネルで今日は、この満開の桜のクルチョモパークに行って、ちょっと写真を撮りつつね、愛犬と川べりでご飯を食べるだけの動画でしたが、楽しんでいただけたでしょうか。最後に、今日撮った写真、最後スライドショーで流しますので、ぜひご覧ください。今日はくるぶしソロで、みんなとお花見気分で桜撮影しに来た、お送りしました。ありがとうございます。チョモちゃんの最後のオチのセンスを俺にくれ。支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。